水戸に到着しました。納豆記念碑。黄門ですね。助さん格さん。ライトハウス前に着きました。いいですね、この外観がね。ライトハウス来ましたね。ありましたね。2006年のライトハウスに来た時のライブインザサンの時のポスターですね。です。よろしくお願いします。西影さんです。ライトハウスの PA をやられてますね。使わんといてね。もうライトハウスにね出演するアーティストはもうすべてもういい音でもうやります。50%の力で。50%なんですか。全力で50%。全力で50%。なるほど。今回ね、ツアーはちょっと違う PA さんが入ってますけど、ね、また何かの機会によろしくお願いしますね。またよろしくお願いします。やっと来たね。周年でうちでスーパービーバーでやった時はビーバブリか。大丈夫だよ。大丈夫ですね。うん。あ、この焼き鳥食ってから。あ、そう。あ、そう。あ、どうも。お疲れです。よろしくお願いします。今日は。ありがとうございます。お帰りなさい。ただいま。お帰りなさい。茨城弁ちょうだい。よく来たね。いや、もう。ゴジャップがそもそも何ゴジャップ久しぶりに会った人間にいきなりは言わない。あれ、鹿を抱くから、事務所に鹿忘れてるね。会えばわかる。鹿を置いてある。俺のとある時に友人が持ってきた鹿のぬいぐるみがあるんだよ。ああ、ありましたね。はい、思い出しました。ライブ終了しました。お疲れ様でございました。やっぱり声はこうお客さん出せてなかったけど、熱い気持ちが伝わってきましたね。いや、そうですね。とてもこう胸が熱くなるライブでしたね。今日もガーッとお客さんがいっぱいいる時の熱の伝え方とまた違う、そうですね、こう熱さがありますよね。確かに別に人数じゃないっていうか、うん、熱さの感じ、そういうのがありましたね。ありがとうございました。ありがとうございます。今シーズンもゆっくりじっくりゆっくり。あれだし、あれだし。震災直後に、書いたやつですね。これがはい。ライトアップ茨城。めちゃめちゃ使ってる。お疲れでした。あれだし。寂しいよ。あれどうなん？あれだした。じゃあ、あれです。あれした。お疲れでした。あっちの車で。